にちは、ジュンです。竹内です。はい、先ほどですね、リンゴルフ初開催のトーナメント、2021年第1回リンゴルフフューチャーズトーナメントが無事に終わったところです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、リンゴルフのオーナーの竹内さんと、トーナメントを振り返りたいと思うんですが、その前に、表彰式の様子をご覧ください。2021年第1回リンゴルフフューチャーズトーナメントの表彰式を行わせていただきます。上位3名の表彰式に移らさせていただきたいと思います。その前に特別賞、はい、その前に特別賞、はい、お願いします。今日特別賞で、はい、ホールインワンを、達成された正田美奈さん、はい、おめでとうございます。はい、特別賞で賞金10万円。半分はオーナーの私かな。で、半分はどうぞ。スポンサーの青木さんから、あの、特別に。10万円のこれはなかった。ないんで。はい、用意しなかったんです。まさか出ると思わなかったので、1回見たら。おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。どこに行ったんかなって、このカップ見るまで分かんなくて、見た瞬間びっくりしました。カップ見るまで入ったの分かんなかった。はい。ああ、そうなんだ、はい、何回目ですか。人生で2回目。2回目、おめでとうございます。試合で初めてです。おめでとうございます。それでは、はい、第3位、鎌田ひろみさん、おめでとうございます。そんな誤解じゃないですけど。はい、ありがとうございます。どうも、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、第2位の発表お願いします。じゃあ、第2位発表します。笹原由美さん、はい、おめでとうございます。それでは、栄えある第1回優勝者は和田すみれさんです。お願いいたします。リンゴルフ の、 このトーナメントは今回が初めてなんですけど、今年12月と来年も定期的な開催が決まっています。最後にリンゴルフのトーナメント出場してみて、ぜひ感想をお願いします。リンゴルフの最初の試合トーナメントで優勝できることができたので、また次回も参加できたら嬉しいです。ぜひ参加してくれると嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは本トーナメント発起人であるリンゴルフオーナーの竹内よりコメントをお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さん、賞金獲得した皆さん、おめでとうございます。私が、このトーナメントをやろうとした一つのきっかけっていうのは、長年、ミッションヒルズというメジャートーナメントコースの会員であり、アナインスピレーションをはじめとするメジャートーナメントをよく見てきたこと、それと、あの、QT 会場にもあったので、USLPGA の。で、そういった世界に羽ばたこうとしている、女性を見てきて、ぜひ日本からもそういった挑戦をしていただきたいと思い、他のトーナメントの差別化をするために、リンゴルフフューチャーズトーナメントで、あの、上位3名、決勝戦をミッションヒルズでやって、条件がつきますけれども、優勝者は、リンゴルフで、USLPGA の QT の、費用を負担して、リンゴルフの視聴者のところも応援していきたいなと
というふうに思っています。ということで今後とも、継続的な、トーナメントを目指してパパタップ女子を応援したいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。これにて表彰式を終わりたいと思います。ご苦労さんでした。ありがとうございました。はい、まず改めて、何でも最初って皆さん、みんな躊躇すると思うんですけれども、初開催にもかかわらず、27名の選手の皆さん参加いただきまして本当にありがとうございました。はい、そして会場をお貸しいただいた白鵬カントリークラブ様、それからボランティアの皆様。感謝しております。ありがとうございました。第1回で、よくわからない中スポンサーをしていただいた株式会社コードクオリティ様、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、トーナメントも、リンゴルフもいつものゆるゆるとは違って少しプリッとしてよかったなと思いますし、選手の皆さんの、本気でプレーする場が作れて本当によかったなと思います。そんなですね、リンゴルフフューチャーズトーナメントが次回の開催も決まっているということで、竹内さんの方からお伝えお願いします。はい、次回は会場は今回と同じ、白鵬カントリークラブ様でお願いしたいと思っています。はい、12月の23日に開催したいと思います。はい、でこれは、日にちは決定しております。で内容に関しては運営側、私山ちゃん、はい、純ちゃんと一緒に話していきたいなと思ってるんですが、もう少し視聴者参加型の、トーナメントにもうちょっとできればなというふうに思ってます。それは今回私が最初のトーナメントを経験して非常にピリッとした雰囲気の中でもすごく楽しかったんですよ。うん、そうですね。で1番ティーオフで選手を送るだとか、9番で出迎えるとか、また10番で見送るとか、18番で出迎えるとか、ぜひ、視聴者の方にもそういったピリッとしたちょっと変わったリンゴルフトーナメントに参加していただければきっと楽しんでいただけるんじゃないかということで、これからそういうことをいろいろと考えていきたいと思います。はい、ありがとうございます。引き続きゆるっとした動画もそうなんですけども、今回のようなビシッとしたトーナメントもどちらも楽しんでいただけたらなと思います。次回の12月23日の、フューチャーズトーナメントについてですけども、いろんな形でスポンサー様を募集したいと思いますので、こちらもご確認いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでこの動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。第2回もよろしくお願いします。お願いします。